はい、3回目が回ってきましたので、始めさせていただきます。最後はちょっとフェイクとはちょっと関係ない話で恐縮なんですが、皆さん野党が休もうとしていたのを知ってますか？何を？もちろん国会をです。休む、審議拒否をしようとしてました。しかも、今後一切でしたから、年内、来明日から師走ですが、12月ですが、もう一月間早い冬休みに入ろうとしてたんであります。もちろんその中には立憲民主や国民民主や共産や社民が含まれます。おそらく出てくるのは維新ぐらいのもんでしょうね。あと N 国と令和か、令和も出てこないな、うん、で、へたれました彼ら。一定の回答が得られたから審議に復帰してやるということを申し上げて、審議に戻ってくるらしいです、らしいですね。で、ただこれ、政府側から全否定されてます。政府側からはゼロ回答であったということがもうバレております。つまり本来であれば特定野党各氏が、各位が戻ってくる理由も意義も契機も何もないはずであります。一言言いたい、金返せ。お前らの存在自体が国の害だ。解散しちまえ、国民やめろ、この国からいなくなっちまえ。まあ、ここまで来てることを言うとあまり余計な、あのフェイク、なんだヘイトだって言われちゃうのであんまり言いたくないんですけど、でも日本人に対するヘイトはヘイトじゃないって言われてるので、私一応日本人、一応日本人に対して言ってるつもりなので、やつらの理論で言えばヘイトには当たらないと思いますので大丈夫と信じております。はい、さてこの特性野党、先日ですね、要は結局追及するネタがないんですね。はい、追及するネタがないもんだから休みたい。追及できるネタ、実はあった桜を見る会が実はろくでもないというか、あまりにも追及できる要素がなかったから、してもこれは首取れねえなと理解したと。だから、余計な法案追及してテレビに映ってる場を撮ってもらうよりも、余計な法案、やつらから見るとですよ、やつらから見ると余計な、我々から見れば重要な法案を一本も通さないために、できるだけ通さないために休もうとしていたわけであります。とある区議会議員の方は申します、国会地帯戦闘と申しますね、まさにその通りだと思います。やつらの目的はこの国の行政、立法を1秒でも1分でも一瞬でいいから停滞させることを目論んでいる。それが特定野党であります。結局フェイクに戻ってくるんですが、彼らこそまさにフェイクの塊です。先日この場で申し上げました、名前を思い出したんで誰に絡んだか思い出したんですが、とある、立憲民主の国会議員の方に私 SNS 上で話しかけました。 SNS 上ですね。で話しかけたんですが、その時にその支持者から絡まれたって話をした覚えがあるんですが、その方、福山と言います、立民の幹事長ですね。はい、福山さん、この方帰化してらっしゃいますよね。もうバレてますよ。はい、福山じゃなくてチンだって名字があることをみんなバレてますからね。はい、そしてそういう人たちが国会議員の、国籍情報、いつどの国の国籍から日本国籍になったのかというの、あるいはいつまで二重国籍だったのかっていうのをつまびらかにしようという与党の意見に対して猛反発しております。それだけ探られたくないんでしょうね、自分の懐を。ただこれ今申し上げた福山さん、あるいは記憶に新しい二重国籍問題で記憶に新しい蓮舫さん、あの方たちはもう大体バレておりますから
今さら探られてもさほど痛くないはずであります。しかしなぜ彼らはあえて反対するんでしょうか。つまり特定野党の国会議員あるいは地方議員諸氏には未だに二重国籍あるいは非化したことを隠している者が5万といる、たくさんいる。だから後悔できない。実は立候補しちゃいけなかったのに立候補したやつがいっぱいいる。だから国籍情報を公開されては困るんだ。そうとしか思えないですよね、皆さん。逆に何も問題なければ公開してもいいよって言いたいんだ。自分たちに何も隠すところがない、何もフェイクがないならば堂々と情報公開すりゃいい。政府にばかり与党にばかり情報公開しろしろって言ってるんだったら、自分たちがまず栄誉を正せよ、特定野党。そしてそれを追及しないマスゴミにも私は文句を言いたい。なぜそこに文句を言わないんだ、あいつらは。まあ当たり前といえば当たり前だ、支持してんだからね。だけどですよ、だけどです。知り得ない情報にはリテラシーもクソもないんです。報道しない自由なんてない。まだ飾り立てる、加え立てる方がマシですね。式壇して真実だけ見ればいいんですからね。すいません、ちょっとがなりすぎました。あ、やっぱ喉にこう来てる中でがなっちゃいけないですね。あの3本目ともなるとこう喉飴が切れてきまして、いい加減つらいなとか思いつつも、こうちょいちょい熱くなってしまって、もうしょうがないなと思ってしまう、自分自身がしょうがないと思ってしまいます。ただまあ皆さんもちょっと考えていただきたい、考えていきたいのはただ一つ、特定野党、特定アジアのフェイクに対して警戒できるかできないか、するかしないか、その心構えだけでもぜひとも持っていただきたい。やつらはフェイクを、虚飾をもりもりで、あるいは隠してくるんだということを認識した上で、やつらが出してくる情報に接すればおのずと騙されにくくなります。まずはリテラシー云々教えられたかもしれないけれど、まずは嘘がある、嘘を報道してる、嘘を発表してる、それを理解して情報に接することをちょっとだけでいいです。必ずと言わない、ちょっとでいいです。心がけていただければ幸いです。それがこの国を守ることにつながると思います。いくらみんなが戦争したくないと思っていても、隣の国が銃口を突きつけているのに丸腰でいるわけにはいかない。とある先生が救助があると言われた子供に対して、救助を持っているのに撃ってきたらどうすればいいんだと、子供に対して丸腰でいればいいんだと、そんなことを答えてしまう。そんな日本ではいけない。国土は守らなきゃいけない、国民は守らなきゃいけない、国民の財産も守らなきゃいけない。守ってもらわないとみんな困りますよね。私だって困る。ここにいきなりミサイル飛んできたら困るし、いきなり空挺ごっこされて制圧されても困ってしまう。でも今の日本はそれをなかなか防ぐことができない。分かっていただきたい。皆さんの精神というか生命というか財産というかは今微妙なバランスで成り立っています。微妙なバランスでなんとか安全です。それがそれを覆い隠している、微妙であるということを覆い隠しているのが特定野党でありマスゴミであり特定アジアなんですね。それを皆さん認識し、ちょっとでいいです、ちょっとだけ、先ほど申し上げました、ちょっとでいいので彼らの情報に虚偽が、フェイクが、嘘が、欠落があることを理解して情報に
接することを少しだけ心がけていただければと思います。ありがとうございました。